受講門李竜章、没年不詳は、李朝大越の皇族、花山李氏の祖、第六代皇帝の英宗の七、男として、都の昇竜に生まれる。帝王府によると、第七代皇帝の皇宗の弟にあたる、憲平王に封じられた。天明有道二年に、李朝が滅んで、鎮朝が起こると、鎮守るたびに殺されるのを恐れた、李竜章は六千四人を引き連れ、 聖火から財宝を積んだ三隻の大船に分譲して南海に逃れた。途中で暴風雨に遭遇して台湾島に流れ着いたが、ここでこの離流圏が重病秒にかかったため、彼とその世話をする200人ほどを残して北に向かい、高来の加滅軍北面の花山道にたどり着いた。これを聞いた高来王の高層は、貴賓の礼をもって離流省を迎え、離流省は、 花山君に封じられた。昭定五年と法遊元年のモンゴルの後来侵攻に際しては、当地の軍民を率いて、モンゴル軍を撃退した。この戦闘により、李隆将は高層から、沈め山と花山に戦攻領地として下死された。モンゴル軍が李隆将に降ったことを記念して受け項門が建てられ、花山の山頂から遠い祖国を李隆将が望んだとされる場所は、 持ち国団と呼ばれている。ありがとうございます。